デビューまでになります。それでは書き始めます。よろしくお願いします。ではお二人ご着席ください。最終成績は大阪口さんが15勝3敗、吉池さんが14勝4敗になります。でまずは東京将棋記者会の丸山さんからご質問。では東京将棋記者会幹事社毎日新聞からまず何問か質問させていただきます。よろしくお願いします。商談まずお二方おめでとうございます。まずそれぞれに商談を決めたのご感想一言ずつお願いします。奨励会生活すごく長かったですのですごくホッとしています。応援してくださった方にいい報告ができてすごく嬉しい気持ちいっぱいです。そうですね、自分も結構長かったかなと思っているのでいろんな方に自分も報告して喜んでいただけてるのでこれからも頑張っていきたいです。今日最終局に臨んであたって、総額さんはトップで、牛池さんは3番手でということだったんですけども、今日どういうふうに臨まれたか、それから今日はどんな進行だったかというのを教えてください。私は今期はあまり自分も他の方の成績を見てなくて、で自分がトップということは、噂では聞いていたんですが、そういう意味ではいつも通り最終日を迎えることができました。で今日の流れですけれども、1局目負けてしまって、で、そこから2局目に向かうにあたって、なんとか切り替えてっていうところで頭の中をこう空にすることを意識して2局目に取り組むことができて、それでその結果勝てたっていうのがすごい印象的な1日だったです。そうですね、今期を振り返ると最初のスタートダッシュに成功して途中までは悪くないで出しちゃったんですが、そこから少しつまずいてしまってなかなか厳しいかなと思ったところだったので、そうですね、伸び伸びさせたかなと思います。今日に、最終日に関してはそうですね、3番手ということで、自分がダメでも自分が良くても上がれない可能性があったので、そうですね、伸び伸びさせて結果を待とうと思っておりました。最後に質問なんですけども、この三段リーグ、三段リーグの曽我口さんは3期、吉池さんは5期いらっしゃったということで、それぞれ振り返っていただきたいんですけども、曽我口さんは最初40日40位というスタートからで、前期が差し分けでこの結果になりましたけど、その判断理由を振り返っていかがでしたかということと、吉池さんは12勝を2回挙げていて、で大体終盤に連勝して終わるというパターンが多かったと思うんですけども、この判断理由をそれぞれ振り返っていただけますか。私は3期のうちの最初の期に5勝13敗で最下位ということで、本当に情けないなと思ったんですけれども、なんとかここでも勝てるような実力つけたいなと、もう本そこから思いまして、ある意味その辛い経験が自分の気力を伸ばしてくれたのかなという気がしています。三段リーグはもう本当に皆さん強くて、その自分の弱点がすごくクリアになったのと、やっぱり2段までとは違う雰囲気もあって、すごい苦労した印象があります。そうですね、12勝2回した時もスタートダッシュは毎回失敗していたので、今回スタートダッシュ成功して
今季こそと思ったところで途中の連敗してしまって、そうです、毎回多分その一回自分は落ちないと伸び伸びさせなくなってしまうのかというところがあって、そうですね、今回も厳しいところからだったので伸び伸びさせて今回の勝敗につながったかなと思います。ありがとうございます。もう一つすみません、おしょうぶさんにお名前はちょっと珍しいお名前ですけども、お名前の由来教えてください。上の名前に関してはその福井県に地名がありまして、おそらく、ご先祖様がそちらの方にいらっしゃったんだろうなと思います。下の名前に関してはこれはもう漢字の見ての通りの笑いを保つような人になってほしいというのが一つと、もう一つはその英単語のエフォート、努力という意味のから来ています。その2つです。記者から以上です。中日新聞の樋口と申します。曽我口さんにお伺いしたいんですけども、今、群馬の方で医学部に通われていらっしゃるということで伺っておりますが、将棋との両立という点で苦労された点、受験であり学生生活いろいろあったと思うんですが、そのあたり今思い浮かぶところで伺ってよろしいでしょうか。私が一番大変だなと思ったのはやっぱり受験期で、私二浪してるんですけれども、その間将棋の勉強をこう本格的にできたかって自分に問うと全然できていなくて、で案の定成績も伸びずに、それはもう自業自得なんですけれども、その2年間は両立が難しかったです。で大学に入ってからも年齢制限がすぐそこまで来ていたので、それに向けてはとりあえず頑張ろうというところと、あと、それ以降もそうですけども、時間がやっぱり有効に使わないといけないということで、朝早く起きて将棋に取り組む日課をつけたりだとか、なんとかその時間を確保しようというのは常に意識して大学生活を送りをしていました。同じ内容で伺いたいんですが、そもそも医師を目指され、なおかつ棋士も目指されるという、その2つの外、なんていうんだろう、それぞれ の思われたきっかけについて、で、両立しようと思ったきっかけについて伺ってよろしいでしょうか。私はその人と話すのがすごい好きっていうのがありまして、それで医師という仕事が魅力的に移りました。で最初はもう医師になろうというふうには全く考えていなくて、というのも将棋でこう生きていくんだというふうに考えていたからなんですけれども、18、19、私1級で、で2級に落ちたこともありまして、現実的にちょっと棋士になるっていうのが厳しいのかなと思いまして、そこでこう何か仕事を考えまして、人の何か役に立てるというとちょっと傲慢ですけれども、少しでも自分が何かできればと思いまして、医学部に進みました。決して最初から両立しようと思ってたわけではなくて、どっちかというと将棋が本当にうまくいかなくて、その結果別の道を探ってで医学部に行ったという経緯になります。はい、ありがとうございます。私は以上です。スポーツの赤塚と申します。小沢口さん、すみません、それにアルファで付け出しで聞きます。医師免許お持ちですか。医師免許まだ持ってません。これから取る。
私は取りたいと思っています。はい、それと囲碁の世界には京大の医学部出てタイトルホルダーにまでなった人がいますけど、当分の間は二刀流で頑張りますか、それとも、どっかで見切りをつけてどっちかにっていうふうになりますか。その囲碁の方はあの片方に専念されたと記憶してるんですけれども、まあ、私は今のところは両立できたらいいなとは思っています。ただ今までもですけどけれども、何回かこう私の選択っていうのはこうケースバイケースで変わってきたことがありまして、その結果変わる可能性はあると思います。まずは免許取ることが第一優先ですか。はい、そうです。お二人に伺いますけど、まあ、細谷さんは両立ということなんですが、これからどのような棋士を目指されますか、それから、まあ、尊敬している棋士名があれば教えてください。やっぱり将棋の棋士になったからには指し手で注目していただいて、かつ強い棋士になりたいなと思っています。で、あとは表裏なくいろんな人と接して、まあ、大阪口といえばこういう人なんだなっていうのを理解されれば本当にありがたいなと思います。で、憧れの棋士なんですけれども、僕は米長邦雄先生がすごい将棋の内容もそうですし人間的にも魅力的な棋士だなとずっと思っています。そうですね、自分は結構力戦系などを結構指していて、そういう将棋ならではの人に見てもらえるような引きつけるような将棋をこれからプロになってからも指していきたいなと思っております。で、尊敬する棋士は永瀬先生です。永瀬先生とはその研究会で誘っていただいてこの1年間ぐらいはそうですね、なかなかもちろんいろんな吸収できるところがあったので、その姿を見て憧れになりました。もちろんそこまでとはなかなか言えないんですけど、その永瀬先生のような粘り強く最後は勝てるような将棋を目指したいと思っております。朝日新聞の、北野と申します。団長団おめでとうございます。吉井さん団から伺いたいと思います。19歳で得意戦法右玉上がりということで、藤本渚五段と何か共通するような印象を受けています。また過去は清流戦で優勝を争った間柄でもあり、今日も先ほど祝福にも駆けつけておられたと思うんですが、どのような関係存在、また元五段の活躍をどのように見ているのかっていうとあたりを伺えたらと思います。はい、そうですね、藤本さんとはこの2年間くらいは結構 VS とかそうですね関わりがあって、その間にそうですね、相当活躍されている姿も見てきていたので、自分もこういう舞台に立ちたいなとずっと思ってて、本当に藤本さんは相当謙虚で
すごい優しい方なんですよね。それが、いや自分はもう本当に嬉しくて、でなかなかその同世代でプロっていうのがいなくて、なかなかそのプロの先生と対等といったらあれなんですけども、お話ししていただけるのがなかなかなくて、それがすごく自分的には嬉しくて、ただそうですね、なかなか活躍を見ていたので、すぐにでも上がって追いつきたいなとは思っておりました。本当に今同じ舞台に立てたので嬉しいです。ありがとうございます。長谷川さんにも伺いたいんですけども、2点ありまして、冒頭自分が首位っていうのは噂では聞いていたようなっていうようなお話がされていて、非常にびっくりしたんですけど、普通三段も今何勝何敗で今どのぐらいの位置にいてとかって普通なら考えると思うんですけど、そういったものをある種排除したっていうのは、何かどういった思いでそういう感じにしたんでしょうか。実は最初は思いつきで、こう自分の将棋に専念するっていう意味で5月までは見なかったんですけれども、なんかそれ以降に関しては、今その前半戦調子が良かったからもうそれを踏襲するという、そういう感じでもうそのまま見ないで来たという、それだけで、何かこう信念があったかと言われたら何もなかったような気がします。 あとですね、現状は医療との、医師と棋士と両立されるというご意向とのことですが、医療もいろんな幅といいますか、専門があると思うんですけど、今どのような医師になりたいというような、その専門であるとか医師としてどういう人になりたいのかというところ、もしあれば伺えたらと思います。私が一番今興味を持っているのは研究分野でして、臨床に行くことも考えられるんですが、私が一番興味あるのは研究分野で、何らかしらの形で医学の研究に携わっていけたら幸せだなというふうに考えています。ありがとうございます。スポーツ日本の我慢と申します。お二人ともおめでとうございます。ちょっと趣味のことでお二人にここに書いてあることで聞きたいんですけども、まず吉井さん、サッカー観戦とあるんですけど、サッカー観戦が趣味の棋士の方すごく多くて、具体的に海外のこのチームが大好きだという方もいます。その言ったなんかちょっとものがあるのかっていうのをお聞きしたいんですけども。そうですね、一応海外の方で好きなチームがあって、昔から小学校の頃サッカーを習っていて、その流れでサッカーを見るようになりました。海外のどのチームというような、どのリーグというような、イギリス の, プレミアリーグのリバプールというチームです。ありがとうございます。で、曽我口さんもこのネットフリックスとサイクリングとあるんですけども、レベル的にどのぐらいまでなんか趣味としてハマってるのかなっていうのをお伺いしたいんです。全然初心者なんですけども、本格的な自転車持ってるわけでもなく、ママチャリでもうありとあらゆるところにママチャリで行くっていうのがすごい好きです。ネットフリックスはかなり沼にはまってるという感じなんでしょうか。それもあんまり時間もないですので、もう本当にゆっくり見る、寝る前に、見てこの寝るっていうのが、リラックスの一つなのかなっていうので、全然時間をかけれてないんですけれども、たまに見るという感じです。ありがとうございます。感染記者の佐々木です。お二人ともおめでとうございます。まず曽我口さんは森信夫七段門下ということで、多士済々にわたる、門下の一員になられたわけですが、その森一門という
いちごに対しての印象をどのようにお持ちかということをお伺いできればと、そして吉池さんは初 の室岡八段門下ということで、こちらについてのご感想も合わせそれぞれお願いできればと思います。森門下おっしゃったように、もう本当にいろんな棋士がいて、私の印象としては、こう兄弟子がこういろいろな場面場面で気にかけてくださってたのかなと今振り返ると思っていて、それは辞めていった先輩方もそうですし、棋士になられた先輩もそうなんですが、一門というつながりが将棋の棋力もそうですし、精神的にもその森一門なんだというそのつながりを実感する、そういう師匠とその弟子だと、そういうふうに考えています。自分は墨が荒川区で、師匠とも一緒で、師匠が、自分が将棋を始めてすぐぐらいに教室を始めていまして、その時に初めて教室というものに行って将棋を先生に教わったというのがあります。そこからそうですね、どんどんそこでも教えてもらって、それではい、師匠になってくださいというのをお願いしました。ありがとうございます。新聞の杉村と申します。商談おめでとうございます。小曽我口さん、先ほどの話の流れで伺いたいんですけれども、時間を有効に使われるためにその早起きをされてという話がありましたけれども、ある意味睡眠削られてといいますか、こう何時起きでどういうふうなこう生活サイクルといいますか、学業の方と将棋の方との時間の配分というのはどういうような感じで過ごされていらっしゃったんでしょうか。その忙しい時期っていうのはものすごく忙しいですし、そうじゃない時もあるので、その一概にはなかなか難しいところもあるんですが、とにかく毎日続けるっていうのを意識してて、そのためにはやっぱり 1,2 時間は必ず確保しないといけなくて、もちろん朝だけ それだけやっただけでは到底三段リーグで勝つことはできませんので、朝以外の時間でも隙間時間を見つけて将棋に取り組んだというのが大学生活になります。ありがとうございます。お二人に、伺いたいんですけれども、今期昇段につながったその要因として、ここが研究面でしたり心の面でしたり、ここが良かったなというところが思い当たるところがあれば教えていただけますか。やはり他の人の成績を気にすることなく、もう自分の将棋に集中できたっていうのは大きかったかなと思います。あと僕とその将棋以外の関わりの人も応援してるよって言ってくださったのは、こんなことはなかなかなかったので、それは三段リーグを見てくださって応援してくださってる方にすごく今感謝したいなっていう思いがあります。そうですね、自分は何か変わったというよりも、やっぱりスタートダッシュに成功して気持ちの面で今回は昇段争いに食い込めるという自信につながりました。毎回そうですね、成績を取っていても最初に負けているのでなかなか意識できないところがあったので、今回はずっと
昇段というのを意識して頑張ろうと思いました。そうですね、その気持ちの面が今回の昇段につながったかなと思います。ありがとうございます。報知新聞社の佐藤です。よろしくお願いします。小曽我口さんに、伺いたいのですが、子どもの頃藤井聡太さんとの対戦があると思うのですが、その時の、記憶を覚えていたら、どういう記憶があるかというのを伺わせてください。はい、記憶にありまして、関西子ども将棋大会の決勝戦だったと記憶しています。内容は終始押され気味だったんですけれども、最後チャンスが確か来たんじゃなかったかなというふうに記憶していまして、ただそれをつかみ損ねるとやっぱり逃がしてくれない、その終盤の鋭さといいますか、そういったのがシャープに記憶に残っています。藤井さんとの対局は、それがそれ以外には、練習将棋ではあったかもしれませんが、今のところちょっと記憶にはないです。すいません、中日新聞の樋口です。たびたびすいません、小曽我口さんにちょっと地元の三重県で出てる新聞ということでですね、ちょっとご地元のことも伺えたらと思うんですが、熊野出身ということですが、ずっと熊野市でお住まい、大学入るまではだったのか、ちょっとその経歴とかちょっとまず伺ってよろしいでしょうか。三重県にいたの、いろいろ引っ越しているんで、大雑把に申し上げますけれども、小学校の途中までは三重県にいまして、そこからいろいろ引っ越して大阪に長い間いました。で、で2年間の浪人も大阪でしまして、大学入って群馬県に移住したという流れです。ありがとうございます。将棋始められたのは三重の頃っていう感じだったんでしょうか。はい、そうです。ちなみになんかこう地元の方の応援だったり、地元というかもう知り合いがあまりいらっしゃらないかもしれませんけど、なんかこう三重県の地元への何か思い出だったり応援だったりがあったりするものなんでしょうか。その三重県離れてもかなり時間経ちます。10年以上経ってると思いますので、なかなか直接は最近はないですけれども、ただ原風景として三重県というのは一つの自然豊かで印象的な場所です。はい、ありがとうございました。朝日新聞のです。重ねてすいません、小曽我口さん、ちょっと確認させてください。群馬大学の医学部は6年生でよろしいでしょうか。その通りです。そうしますと、これまで通り前橋の方にお住まいで、棋士として対局に来られるという形でよろしいですか。そうですね。はい、ありがとうございます。次の質問の方に移ります。